レブとは2003年に iOmega 社がジャズの後継として発表したリムーバブルハードディスク。同社のリムーバブルリジットディスクに基づいた技術を利用している。MO ほどの大きさで 2GB の容量だったジャズから MD ほどの大きさで 35GB の容量を実現。2006年8月には 70GB の容量の第2世代。2010年に 120GB の 第3世代も発売された。磁気テープと比較して、簡単な操作と高速なアクセス、高い信頼性と低価格であることを売りとし、テープから置き換えることを目指している。高い防塵性能、対衝撃性能を持ち、対応年数は30年とされる。レブでは、機密性を確保するために、エアフィルターシステムの採用や、 スピンドルモーターのカートリッジが搭載によるスピンドルホールの排除などにより機密性を向上している。自動ヘッドクリーニング機能によりホコリを徹底して排除しカートリッジ内部をクリーンルームに近い正常度を保っている。70GB ドライブには 35GB ディスクもリードライト可能な介護感がある。120GB ドライブでは 70GB ディスクの リードのみ可能となっており、ライトは対応していない。35GB ディスクは完全に非対応となる。インターフェースは USB、FireWire, IEEE 1394, a t a p s c s i シリアル ATA など、ありがとうございます。